母さん、ご飯まだ？皆さんこんにちは。杉山の日本史オンラインへようこそ。さあ本日はですね、専修大学附属高等学校はいよいよ完全オンライン授業となります。でその中で、大きな流れとですね、皆さんにこの辺を守ってほしいよっていう注意事項なんてをお伝えしたいなと思っています。で早速今ねちょうどこうチャイムとなんか変な声聞こえたかと思うんですが、意外とこういうね生活音聞こえますからね、気をつけてください。まだなんかこの辺でね、家族の方が音ってお兄ちゃんそんな格好で通ないよみたいなこともありますんで、特にこの双方向の、ね、ツール、Zoom とかそういったものをつないでいるときは気をつけてください。さあまずですね、ちょっとハード面の注意事項なんですけれども、学校から支給された iPad は必須ですね。そしてできればスマホかパソコン、どちらかあると便利です。僕は正直オンラインの授業とかオンラインでやり取りするときは大体2台から3台持ってます。でこの学校からの iPad でクラスルームとかロイロノート、そして Zoom とかこう繋ぐ場合にはこのスマホかパソコン、そういった形になりますね。でまたパソコンではですね、私は古いイヤホンなんですよ。こういうイヤホン必ず持ってますし、あとこちらの iPad の場合にはペンシル、こういったのがあると非常に便利かなと思います。さあその中で私の授業の、グランドルール、杉山のオンライン授業グランドルールなんですが、まず大前提は、もし普通の生活に戻っても、こんなオンライン授業やりたいな、続行を希望してくれるような授業作りを目指しています、でその中で4つ、まず1つは失敗してもいいんだよ、もうこれはすいません、お互い様だと思います。もう僕もたくさん失敗します、お互いがそれをこう許せる、雰囲気、認め合う雰囲気。そして分からない、できない、全然 OK です、僕も分からないことたくさんありますんで、分からなかったらお互い聞き合いましょう。そして結構これ大事なんだけど、オンラインよりも元気に楽しく積極的になんです。でオフラインのコミュニケーションよりも大体2割減って言われてるんですね、その伝わる力が。だから逆に言うと、ちょっとこう2割増しでね、リアクションしたりとか声を大きくしたりすると伝わると言われています。でもう何はともあれ無理なく健康を第一でお願いします、もういろいろ事情あるかと思うんですが、絶対にね健康を第一でお願いをします。さあそして続いてですね、私の授業の流れ、ちょっとこちらにもあるんですが、まず私は授業中常に、Zoom で繋いでおります、ですので、皆さんにも本当はずっと繋いでほしいんですけれども、ちょっと Wi-Fi の環境とか様々あるかと思うんで、僕の授業の場合には2回ですね、繋いでもらうポイントがあります。まず最初に、担当者より一言と授業の流れを確認します、私はしゃべります。今日はこんな授業の流れやるよとかね、皆さん大丈夫なんてなったら Zoom の、リアクションボタン、いいねとかハートとかね、いろいろ押せますよね、押してください。別に顔出したけ出してもいいんですけどね、リアクションボタンで大丈夫です。そしてその後チェックインということで、 Zoom のチャットね、ててとか、あとはもう顔出してくれて、ウェイス今日元気っすとかね、今日は例えば僕がね、今日じゃあ最近あったなんか嬉しかったこととかってなんか一言テーマを作りますの でそしたら、そこでチェックインをねしてくれていくのかなと思っています。でそしてそこからいよいよ授業です。でそこからはもう一旦接続が切ってもらっていいので、こちらこうクラスルーム開いて、さあ私の今日例えばプリント18番の、18番のプリントの講義動画、見てみます。ピッと押して、あーこんなこと言ってんだと思いながら、こちらペンで、さあ表面をね、あーこれはね後輩だよね、なんかここちょっとあんま説明わかんないな、ちょっとチャットで聞いてみようかな、もう一回つないでみようかな、でも OK です。でこうやってやります。でもちろんクラスルームには完全に回答も入ってますんで、そのスライドも入ってるんで、そっち見てもらっても大丈夫です。でわっとやったらよしと、一回一呼吸置きましょう。で結構オンライン授業って6時間でずっと座りっぱなしでずっとねオンラインやって疲れます。で例えばちょっとあれ休憩っつって、伸びあーちょっとなーとか、そうそうそう、
あ、もうちょっとこれね、ヘルシーにね。あ、うまいな、ね、もうちょっと水分補給。そして、いやもう暑いと、もう暑いなと思ったら、はい、ちょっと休憩。あ、うん、分かった分かったって、うん、チンギザンねって、はいはいはい、もう5週来、はいはい、やってきたやってきた、北条時宗ね、時宗ね、はいはいはい、オッケーオッケー、分かってやります。で、一旦休憩ね、ちょっとこう自分の中でのね、こう休憩を取ったら、その後裏面です。裏面の振り返りシート、ね、でこちらの部分だけで大丈夫です。オンライン期間中はこちらをしっかりやってください、ね、はい、カキ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 、あー分かんねえな、教科書見てください、ね、教科書見てもいいし、まあちょっと今日はな、答え見ちゃおうかな、まあ、それもいいですね。しっかりね、全部あの空欄なくように振り返し全部書いてください。ああ、なんか杉山のぼやき、今日これね、じゃあこれについてちょっと書いてあげようかな。でしっかり名前をね、書いてください。さあ、書いたらですね、はいはいはいと、よし、終わったぞ、よいしょ、ね、写真で撮って、よし、じゃあこれを、はい、クラスルームで、はい、提出のところがあるから、はい、で提出完了ボタンを押さないと結構こうポイントがね、ピッて、はい、OK、送れました。で、大体これでいけば30分ちょっとぐらいで終わってるかなと思います。そしたら最後にもう一度、はい、もう一回ズームでつなぎます。で、つないで、あ、なんか杉山はずっといるなぁ、なんかぼーっとしてやがるなぁと、よし、で、なんか最後に終わりましたよ、お疲れ様です、でみんなまた今度会えること楽しみにしてるよって。でここは最後は何でもいいです、ね、テーマはあえて設けませんので、なんか一言ねとか顔出して、って元気だよーとさよならーってまた会おうねーとかねっていう感じで終わってください。一応これで35分の授業時間になってます。で、私は常にねずっとつないでますんで、いつでも質問とお願いします。さあ、こんなような形で杉山の日本史オンラインは進めていきます。もちろんね、いろんなことあるかと思います。その際にはもう全然ね、気軽に失敗してもいいんだよって気持ちでやっていきましょう。そして何よりもですね、一番大事なの、はい、ラブだと思います。これはね、愛だ、その恋愛の愛じゃないですね。まあ、私は皆さんに対して愛を持ってます。で、皆さんも私に、まあ、別に変な意味じゃないですよ。そして友達同士の愛、つまりなんかこうみんなが愛を持ってね、なんか、まあ、頑張ってやってやろうぜと、あの、分かったよ、そういうの失敗してもいいよ、全然許すよとか、ね、ちょっと今日楽しくね、やっていこうっていうね、みんなでこう愛をある意味育んでですね、オンライン授業を終えて、そしてまた皆さんで会えることを楽しみにしています。さあ、それではですね、本日も杉山の日本史オンライン、ご視聴いただき誠にありがとうございました。